ですね、まあ、前回のテストの時もそうだったんですけど、すごくフラットで、ベースのそのままの質が出るというか、非常に音作りしやすいですね。そうですね、まあ、やっぱりそのフラットであることっていうか、音質的に、そしてツアーが僕すごく多いんで、タフであることっていうことですかね。まずやっぱこのサイズ感、アンプちっちゃいんですけど、でこんなに大きい音が出るのかということと、やっぱりそのすごく聴感上というか、ベースらしい位置にいて聞きやすいと言われました。これからまたバシバシずっと使っていきたいんで、この音が気に入ったら多分間違いないと思いますけど。